ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はウイスキーの糖質の話だよ。あれ、ウイスキーは蒸留酒だから糖質ってなかったんじゃなかったっけ？お、よく知ってるじゃない魔理沙。その通り、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は糖質が基本ゼロなんだよ。でもウイスキーをベースとしたリキュールにはしっかり糖質があるんだよ。そういえば以前脂身長男が調べてたね。確かジムビームアップルだったね。そうそう、よく覚えてるね魔理沙。油見長男、このボトルに興味あったんだけど、糖質オフダイエットをしていたから、気になって調べたんだよね。そうそう、でもどこにも表記がなかったから、わざわざサントリーさんに問い合わせたんだよね。で、結構糖質量が多かったんだよね。そうだね、あれは確か、100g あたり 17.1g の糖質があるんだよね。ボトル単位で考えると、かける7倍で 119.7g の糖質量になるね。ただし、アルコールは水よりも軽くて、700ml イコール 700g ではないから、実際は 119g よりも多少少なくなるんだけどね。どのくらい少なくなるのかな？アルコールは水に対して、約 79% の比重なんだってさ。つまりアルコール度数が高ければ高いほど、700ml あたりの重さが軽くなるんだよね。ジムビームアップルは確か35度だよね。35度だとどのくらいの比重になるのかな？純粋なアルコールなら、35度は 95.9% だね。でもね、残りが純粋な水ではなく、エキスが入っているから比重は重くなると思うよ。だから個人的には、比重は無視してもさほど影響ないと思ってるよ。なるほど、それは納得できるんだぜ。ちなみに糖質オフの人がよくやる考え方なんだけど、糖質量をわかりやすくするために、含まれている糖質量を角砂糖に換算する方法があるよ。あ、それ油見長男がしょっちゅうやってるやつだ。確か角砂糖は一つあたり糖質 4g だっけ？そうそう、よく覚えてたね。だからジムビームアップルは、100g あたりの糖質量は角砂糖4個と4分の1。ボトル1本では約30個の角砂糖になるんだよ。角砂糖30個。一度に1本開ける人はそうはいないんだろうけど、結果として角砂糖を30個取ることになっちゃうんだよね。ちなみに普通のジムビームは糖質ゼロです。ハイボールにしたらどうなるのかな？仮に 30ml 入れるとすると、1本で約23杯作れる計算になるので、1杯あたりの糖質は 5.2g になるね。角砂糖1個と3分の1くらいだね。まあ、2、3杯飲むくらいなら、意識しなくてもいいレベルだと思うよ。実はおつまみで糖質をたくさん取ってる可能性が高いからね。なるほどなんだぜ。ちなみにチンするご飯あるでしょ？ありますね。200g のご飯、糖質はどのくらいあると思う？うわ、考えたことないんだぜ。実は、なんと、約 72g もあるんだよ。72g と言ったら、角砂糖換算で18個もあるんだぜ。びっくりした？だからそれを考えたら、ジムビームアップルの糖質量は、それほど過剰にビビらなくてもいいんだよ。なるほど、よくわかったんだぜ。飲みすぎなければ問題ないってことなんだぜ。それよりも、他の食べ物の糖質をケアした方が、糖質オフには効果的ってことなんだぜ。その通り。そういえば油見長男が大好きなアルチューカラカラ先生は、ガバガバ糖質オフで有名だよね。私も好きでよく見てるんだぜ。確かにガバガバなんだぜ。米も麺もパンも食べないけれど、糖質がたっぷり含まれているソース類や、その他おつまみをバクバク食べてるんだぜ。でも見ていて微笑ましいんだぜ。なんか、癒されるよね。さあ、そんなこんなで、他のメジャーなリキュールも調査したよ。お、気になるんだぜ。じゃあ、まずはこれ。ジャックダニエルテネシーハニーです。あ、知ってるこれ。気になってるボトルの一つだよ。糖質量はどうなってるのかな？アサヒビールさんに問い合わせて教えてもらったよ。これは 100ml あたり 13.4g の糖質があるよ。あ、ジムビームアップルよりも低いんだぜ。ほとんど影響がないだろうけど、一応補足しておくとね、ジムビームアップルは糖質で表記してあって、テネシーハニーの方は炭水化物で表記されてるんだよ。何が違うのかよくわからないんだぜ。そういった方のために説明するよ。炭水化物というのは、糖質と繊維質を足した合計なんだよ。太る原因になるのは糖質のみなので、繊維質は除去して考えていいんだよ。なるほどなんだぜ。じゃあテネシーハニーの糖質は、実際はもっと低い可能性があるってこと？そうなんだけど、成分的に繊維質が入ってそうな気がしないし、ここは炭水化物イコール糖質で考えて良いと思うよ。なるほどなんだぜ。個人的にいつか飲みたいボトルの一本なんだぜ。ベースがジャックダニエルだから、ちょっと良い値段がするんだぜ。確かにそうだねー。じゃあ、もう一本ご紹介するんだぜ。ジムビームハニーです。あ、これも飲みたい一本なんだぜ。アップルほどは出回ってない印象なんだぜ。その傾向はあるかもねー。ちなみに気になる糖質量は、
100g あたり 11.7g です。あ、テネシーハニーよりさらに低いね。この3本の中で一番低いんだぜ。ボトル丸々1本ならどのくらいかな？ 81.9g だね。角砂糖換算で20個と半分くらいだよ。同じジムビームでも、糖質量が全然違うんだぜ。確かにね、1.5 倍くらい変わってくるもんね。ただ、やっぱり糖質量だけでは語れない面があると思うよ。糖質量が低くても美味しくなかったら意味ないしね。それは言えるんだぜ。ネットでちょっと調べてみたんだけど、糖質量が一番多いジムビームアップルが、甘すぎるってレビューが多かったし、ジムビームハニーがちょうど良い甘さって可能性もあるよね。そうだね。あとは自分の味の好みかな？私は甘めのスコッチが好きだから、甘いリキュールは大歓迎だけどね。いやいや、霊夢も糖質オフした方がいいんだぜ。最近ちょっと太ってきてない？それは言わないお約束で。まあ、とにもかくにも、メーカーに問い合わせないとわからない、糖質量を調べ上げたので、ダイエットしている人や、糖質量が気になっていた人には役に立ったと思うよ。実は私も知りたかったんだぜ。ありがとう、霊夢。どういたしまして。なんだか私も蜂蜜系のリキュールが飲みたくなってきたよ。霊夢は甘いスコッチが好きだから、合うかもよ。でね、値段をリサーチしてみたんだけど、テネシーハニーはベースとなる、ジャックダニエルよりも高いのよ。ジャックダニエルがちょっと高めのボトルだから、それより高くなると手が出しにくいんだぜ。一方、ジムビームはどうか？ベースとなるジムビームは比較的安いボトルだよね。でもこれがめっちゃ高くなるんです。マジで？実はジャックダニエルとテネシーハニーは、それほど価格差がないんだよね。でも、ジムビームの方は下手したら倍近く高くなるかも。これは店舗によるところもあるだろうけど、ちょっとリサーチしてびっくりしたよ。私もびっくりしたんだぜ。結果としてジムビームもジャックダニエルも、ハニーの方はあまり価格差がなくなってるなんてね。マリサは何が飲んでみたい？ジャックダニエルテネシーハニーかな？私はジムビームハニーだね。クリスマスに予定が何もなかったら、お互い一本ずつ持ち寄って飲み会する？あ、それ名案なんだぜ。でも、二人ともクリスマスに予定がないって、ちょっと泣けてくるんだぜ。そうでもないよ。油見長男なんて、未だにキラキラしたクリスマスを、一度も過ごしたことがないってぼやいてたよ。それも切ないんだぜ。かわいそうだから、油見長男も誘ってあげようか？いや、逆に油見長男の隠れ家へ乗り込もうよ。なんでも最近、ウイスキーをまとめ買いしたらしいよ。貧乏してるのにね。シングルモルトだけで3本買ったんだって。ハイランドパーク、タリスカー、グレンファークラス。それは行きたいんだぜ。じゃ、リキュールを手土産に遊びに行くとしよっか。賛成なんだぜ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。